エも世界もどっちも救うんだ。この力誰かのために使いたいの。全ての悪を退け、全てを救う。お前は私の最高傑作だ。取り戻す鍵、失う答えを一人求め続けて。やれるだけのことをやるだけだ。強くなったな、アレージ。私、エレナーと申します。夜の前に切れ伏せ。何があってもリリアを守るよ。約束だ。はい。それで今敵がですね、はい、いろいろ出てるので、はい、これを一緒に、あ、これ今ベルシュカっていうリリーのキャラクターの一人なんですけど、その技を出したんですね。これ敵か、はい、あ、そうだ、いやー、とりえで四角と三角で大体攻撃なんですよね。はい、はい、お、今カレーな感じじゃないですか。カレーでしたね。あ、あれも敵ね。えい。あ、すごい。すごい。で、ラス。倒してくれるリリーが。ラス。あ、これ。この。なんだろう、左上のやつがゲージですかね、ですね、体力ゲージで、はい、で例えば L2 ボタンとかを、はい、押してみると、はい、この蜂がですね、こうやる。あ、本当だ。武器に槍に変わってるんですよ。槍になってる。すごい。あ、でもあれか、今敵全部倒しちゃいましたね、さっきの時点で。あ、やっぱりもうやりすぎちゃったちょっと上の方、次のところ行きましょう。次のところに、はい、こっちですね、うん、ここだ。あ、ここな、あ、ここで、あ、飛ぶって出た。そうするとこの10枚、一緒に行ってる10枚のところで、こう普段ジャンプじゃ飛べないところを、はい。これはそのまま行っちゃって大丈夫です。これもぴょっと、はい、ぴょっとジャンプして、はい、ジャンプで、イエイ、うん、お、あ、何か始まる。あ、始まった。あらあら、可愛らしい聖騎士さんだ、ゴッド。私はバルデロッサ、純血の闇の血族の一人。本当だね、危険そうだ。あなたを苦しめたいんだけど、うん、ほら、私が簡単に倒しちゃったらつまらないでしょ、うん、そうだな、確かに。だからこういう思考でいこうと思って。どうよー、くっきたー。大丈夫、大丈夫。いい表情ね。素敵な笑い。いっぱい苦しませてあげてね。なんか動きもいいですね。私のミュベール、私のミュベール。どういうこと、どういうこと。アレッシュ、汎用でいるのは苦しいだろう。あ、喋ってる。嘘だ。妖魔に落ちて私は解放された。解放されたのか。すがすがしい気分だ。うわー、戦うなんて。こっちに来るんだ。お前も苦しみから解き放ってやる。自分と戦う。うわ、あ、私は古木さんが、自分は古木さんが、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 うわ、古木さん、古木さんと戦うよ。あ、ぜ、あ、めっちゃ強い。あ、え、強い強い。で、こう、一緒に戦ってる今ミュベールっていうリリーがいるんですけど、そのこと同時攻撃したりすると、なんかいいことをやると花びらが溜まってくるんですよね。なるほど。で、ラブラブのゲージが溜まっていくと、また別の技が使えたりするんですけど。あ、この今の花びらだ。そう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 。それが上のゲージに溜まってるんだ。なるほど。ですね、はい、まだ溜まって、溜まりきってない。まだちょっと溜まってきてない。あ、めっちゃなんか削られてる。やべ。あ、すごいすごい。うわわわわわわ。え、わ、あ、あ、大丈夫、いけた。あ、すごい、花、ちょっとずつ、花びらが。
あ、何これ、何何何、あ、まあ、一応こう最後まで戦わないで、あのここの時点ではこうあのあ少し首がちょっと強くなったな、あるし、うわ、あ、だがその強さは汎用となった魔の力だ。魔の力、あ、なんか自分で聞くのもびっくりする自分で、あ、こ押さなきゃダメか、あ、そういうの、龍馬に落ちればもっと強くなれるぞ。うわ、強さ欲しくないんか。お前は私を超えたかと龍馬になればそれも夢ではない。私は龍馬になどなりません。かっこいい。時間の問題だ。時間の問題、一度汎用になってしまったらもう人間に戻れない。この角度いいね、いいですねこの角度いいよね。仲間からは疎まれ、愛する人とも引き裂かれる運命が待っている。すごい、羽で隠れてる。本当羽で隠れてるな。私と一緒に落ちよう。誘ってるよ。汎用に入られたお前の苦しみが分かるのは私だけだ。これ私だけなんだから、来ちゃいなよ、こっち来ちゃいなよ。あなたとは行けません。あ、あ、行っちゃった。あ、あ、間違って。お前にはまだ時間が必要な。ドンマイですね。マジドンマイです。じゃあ このぐらいにして次に行きましょうか。大丈夫、はい、あんまりストーリーを、はい、ゲーム序盤のボスをちょっと、ゲーム序盤のボス、はい、おお。よし、あとすごい、うわ、寄るね、寄りますね。カメラ寄ったね今ね、目が美しい。わあ、なんかすごい大きいのが出てきましたよ。一緒に戦うのはルエンハイドですね、はい、あと猫ちゃんと、あとあのあれ蜂ですね。お気に入りの猫ちゃん、はい、すごい視点がぐるぐるしちゃう。あ、これあの R3 ボタンを押すと、 R3 ボタンを押すと、はい、あ、敵にあのフォーカスが立って、これだ、あ、すごい、あ、そ、便利、カメラがそっちの方を追ってくれるので、あ、はい、あ、ありがたい、すごい、ありがたい。私いつもさ予想行っちゃうんだよね、こういう。そうなんですよね、そうなんですよね。なんかでどこにいるんだろうとか、予想に行っちゃうんで、うん、これ便利。あ、動いちゃった。今ね、ザコもね、ちょっと出てるんですよね。そうなんですよね、うん、これは周りを片付けてからなんかいいの、そんな。そうですね、まあ、いろんな戦い方できると思うんですけど、うん、なんかどうしたらいいとかありますかね。こいつ油に弱いんで、その樽が落ちてると思うんですけど、はいはいはい、樽に当たらせると樽に当たらせる、油まみれになるんですよ。こっちの方ってことですか、はい。あ、そしたらですね、あのネイロっていうか火の猫で、あ、よし、ああ今あ今これ あれですね、ダブルチェイスという2人の技です。あ、これそれぞれ発動条件があって、あ、しかも燃えてるし、はい、そうそう、しかもあの今、はい、猫でこう火をつけたから、あの、はい、ダメージすごい与えてるんですけど。あ、そうなんですね。じゃあ樽の近くにいればいいんだ。ええ、ただその樽とかあのこの猫ちゃんのやつも何回か使うとどんどんこう制限がなくなって、あの制限というかメーター減ってっちゃうので、はい、しばらく使えなくなっちゃうんですよね。いいね、はい、またここであの今油ついたのでこう、はい、おお、すごい、はい、でそれからの連続攻撃を叩き込めるっていう。あの、これめっちゃ上手だね、すごい上手だね。特に敵が多い時に、ね、有効なんですけど、まあ、ボス戦にも効くと思います。で今一緒のなんて言うんですかね、協力共同行動みたいなのをすると花びら出るって言ったじゃないですか。 あそこがあの溜まるとまた大きな必殺技が打てるようになるんですけど、あの今まだあの花びらが、まあ、ちょっと溜まってないですね。はい、ちょっと溜まってないですね。もう一緒に戦うのは、うん、あ、ああいうふうに同時に攻撃をそうですね、っていうことですよね、はい、一緒のキャラクターをやったり、あのまあ敵、まあ、いろんな条件があるんですけど、あの2人の行動が、2人が嬉しくなる行動をするとポイントが溜まっていくっていう感じです。じゃあその行動にもなってしまう、うまいこと一緒に相対的にね、どう、そうですね、ただタイミング見ないと、なかなか、そうそう、やっぱり、ね、狙ってないとできないところはあるかもしれないですね。すごい、狙ってやらないといけないですね。あ、今あ止まってる。で L1 プラス丸を押すと、あの一緒に攻撃できる、はい、あ、これかな、これは違います。これはあのルイエンハイドが、あの行きます、はい、あ、なにこれ、あ、来た、これリリーバーストっていう、あの2人の協力技ですね。あ、すごい、すごい、うわ、すごい、やった、お、素晴らしい、あ、すごい、え、めっちゃ使いこなしてるじゃん。
ね、いや楽しい、ね、上手ですよね、全然。いや楽しい、すごい、うわ。でこれあの今千木さん上手いからあんまりその体力減ってないですけど、はい、これリュウエンハイドっていうキャラクターの場合は自分がこう一回体力がゼロになって死んじゃうと、はい、代わりにこうかばってくれるんですよね、飛び込んできてで体力回復してくれたりとか、あのキャラクターによってこう本当にこういう状況の時だけこういう風になるみたいな、こうあそれ聞いたらなんか攻撃受けたくなりますね。これやってくれたら嬉しいよねみたいな。攻撃受けたくなるな、私のためにみたいな。そうそういうのがやっぱ欲しいかなと思って、私のために、はい、ちょっと受けてみよう攻撃。いて、ええ、あでもあいて潜ってる、あいて、これだから例えばそのアクションが苦手な方はもうちょっと成長させてからこうボス戦に挑むとかもできますので、そうですね、はい、なるほど、そういうのもありますね、うん、これ救助状とかって言ってるのはあの敵ですか、ね、そう今回あの敵とかあのジューマとかも喋るようになってるので、なんかそれぞれにそのキャラクター性があるとちょっと楽しいかなと思って、これ R1 にするとこの子は槍に、あそうですね、そうですね、はい、こいつには槍もあの効きやすいので、あ、はい、ちょうどいいかもしれない、うん、ただちょっとあの、ね、あ猫ちゃんが死んじゃったんですよ、猫ちゃんがいなくなってるんですよね、そうそうそう、だからその、まあ、またしばらくすれば復活するんですけど、あーやばい、これ勝てるかな、あもうちょっとだから勝てそうな気がしますけどね、頑張って頑張って勝ちたいな、あもうでも体力が向こうもないから、うん、そうですね、あやばい、あただちょっと自分も厳しくなってきて、この赤い画面が赤くなってる、ドキドキする、まあ時々こう今画面の右に出ましたけど、はい、2人の会話っていうんですかね、そうですね、そういったのも出るんですよね、あもうちょっと、あいけた、もうちょっと、あやったー、やったー、正体がすげえ可愛いやつなんだけど。可愛いんだけど。何？こんな感じなの？なんか愛着湧いちゃうね。愛着湧いちゃうね。この、こんな感じやるな。罰ゲームなしでよかったですね。やったー、イエーイ。楽しいこれ。ね、面白かった。2人でガッツポーズしてる。可愛い。なんか横で見てて。